こんばんは。リサーチサーフ、ヒデの波乗りラジオ。全国のリサーチサーファーにお届けする波情報ラジオです。この番組では、本日の波情報の振り返りと、明日の波予想、そこに一言付け加えて、いつも大体10分ぐらいでお届けしてますので、サクッと聞いていただけたら嬉しいです。はい、というところでね、今日は土曜日というところで、LINE で全体配信をしていきたいと思います。それなのでね、千葉北波情報も一緒にお届けしますので、聞いてください。今日のね、追伸はね、ちょっとね、驚きですよ。最後までお見逃しなく。それではまずはね、全国と千葉北波情報ですけども、本日はね、東の高気圧と、台風からのうねりが続いていますね。結構広範囲に続いてますよね。大陸からは低気圧が接近しております。日本海側はまだね、うねりにはなってませんね。太平洋側は全体的にサイズアップ。特に西エリアは台風の影響が強く出ています。関東もね、すごい十分ね、うねり受けてますからね。東北エリアとかでもね、高気圧の吹き出しかな、そちらを受けていると思います。風は台風のエリアでね、強めにちょっと吹いちゃったかなという感じはありますね。それでは明日ですね、明日の波予想、全国の波予想、9月の18日日曜日というところで、東の高気圧と台風からのうねりがさらに強まりますね。結構強まって、もうどんどん強まりますよ。大陸を低気圧が東へ移動しています。日本海側は台風のうねりが多少出るかもしれないですね。太平洋側はさらに全体的にサイズが上がっていくので、十分注意しましょう。風は台風の影響で全国的に強くなりそうですね。続いて千葉北波情報というところでね、明日の千葉北は9月18日日曜日、潮まりは小潮です。満潮は19時。43分、干潮は3時22分、小潮ですからね。日の出が5時23分、日没が17時43分というところでね。いやいや、秋近づいておりますね。あ、近づいておりますというか、もう秋か。まだね、夏ですけどね、自分的にはね。波のサイズはね、頭前後かと思いますね。もうワンサイズ上がる可能性もあります。風は、結構吹き気味ですね。中ぐらいですかね。で、うねり、そうですね。で、風の方は南東寄りの風ですね。で、うねりの向きも南東寄り。で、天候はね、あいにく雨ですね。台風のおかげでね、雨が降りそうなんですよね。もしかするとね、なんとなく曇りでもいけるかもしれないですけどね、千葉県ね。でも広い範囲で太平洋側雨降りますね、明日はね。風は時間とともに強くなります。台風接近しますのでね。波のサイズも上がってしまいそうです。というところでね、明日の手元でサーファー炎上レベルは星2つですね。風は台風から強く吹いちゃうでしょう。波もね、高めでクローズが多そうです。そしてね、水深なんですけどもね、これ驚きですよ、水深。なんとね、いいのか悪いのか。サーファー泣かせ、駐車場と題してね、題したね、一つのツイートがね、バズってたんですよ。こちらね、あの生徒さんから伺ったツイート、ツイートじゃなくてね、あの写真だったんですけどね、それをねツイートしたらねバズりましてね、そういいのか悪いのか2件のね取材を受けることになりました。はい、なんかね悪意がある書き方されていますが、少しでもね、あの皆さんのね被害が合わずに済めばいいなぁと願っております。じゃあね、あの調べのね記事、バズったツイートのはね記事から飛べますのでね、ぜひ見てください。びっくり、前にねメルマガの冒頭でね写真付きで送ったことはあるんですけどね、めちゃくちゃ高い駐車場、それに対してね、あの自分がね調べさんとコンタクト、調べさんから連絡が来て、ダイレクトメールでね、連絡が来たので、そちらにお答えしてっていう形でね、生徒さんから聞きましたっていう形でね、このような駐車場がある、どうなもん、どんなんだいっていうね、形で話をしました。そうなんです。
駐車場もですけどね、うん、やっぱりサーフィンでもウェットを積んだかライディングでも前乗りになってないか何でもね確認というのがやっぱ必須なんだなっていうのがねよく分かりました。そしてね明日ですねもう一件の取材、アベマ的ニュースショーっていうのが昼の12時から生放送でね2時間やるんですけども、こちらでもね取材ズーム取材を受けたのでもしかすると出るかもしれないですね、うん、なのでねまあ賛否両論あると思いますけどもね、まあそれはそれで受け止めて、まあこのようなことがあったよって形でね、まあ自分としてもねリサーチサーフ CM になればいいかなというところでねこういう形で受けましたのでね、ぜひよかったら見てくださいというところでね、ここら辺で終わりたいと思いますけどもね、いかがでしょうかね。これ結構ね面白いんですよ。ね賛否両論が本当に多くて、ちょっとねしらべえさん、やっぱねしらべえさんがねちょっとね悪意のあるようなそのコメントになってるんですよね。ちょっとねやっぱ自分はあくまでサーファー目線で語ってます。そうなんです。それに対してこの記事を見た方っていうのがあれですよね、まあ自分はこの記事自体は後で知ってるので、自分はね、この写真を見て率直な感想を言ったんですね。サーファー目線で率直な感想を言った。そしたら、この記事を見た方たちからね、まあね、まあすごいですよ。結構ね、バッシング的なね、形でね、言われてます。そりゃ、サーファーが悪いんだろ、みたいな、そのような感じでね、言われてますけども、あくまでね、結果論しか言えてないっていうね、ことだけはちょっとね、分かっていただきたいかなと思います。それはね、そういうことが分かってたら、そういう記事は書いてないですね。それでいてなんかね、なんか、謝罪のコメントした方がいいんじゃないのみたいな形のことをね、書かれてる方がいたんですけども、なんでこんなことで謝罪をしないといけないんだみたいなね、感じが受けましたね。残念なことに。いや、そういう問題じゃないですよね。こちらインフルエンサーではないのでね、別にそのような記事で、まあ、取り上げられて、あ、よかったなっていうぐらいね、思ってるだけなんで、まあ、賛否両論あるんだなっていうのがね非常に思いました、しかもねそういうふうに言いたい人っていうのがね多いんだなっていうね、もう非常に受けましたね。いやなんかねちょっと残念な気もしますけどね、まあ、全然言いたい方には全然言っていただいても構わないんでね、ぜひねもしコメントとかでもこちらねコメントとかでもいただけたら、ぜひねあなるほどそういう件があるんだなっていうのをね真摯に受け止めますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。ねこのアベマのねテレビの方もね面白そうなんでね、ぜひ自分も生放送で見れたらと思いますけどね。まあこちらもね、いろいろと賛否両論あると思いますけど、ただ一つ言えることとしては、やっぱりそれが普通なのかって話ですよね。常識の範囲を超えてるから自分はそういう話をしたっていうことなんですよね。いや、他でもね、まあ駐車料金がめちゃくちゃ高いんですけども、ここだけですよ。ここだけがめちゃくちゃ高い。じゃあ他はなんで高くないんですかっていうね。ここだけが高い。それに対してね、ちょっと非常に疑問をね、抱きましたね。まあそれに対して、それのことに関しては、誰もね、ツイッターでそういう反論はしてないっていうね、全くね、残念なお知らせなんですけどね。一部を本当に切り取ることがね、なんか皆さん得意なんですね。この、アンチコメント。入れる方たちっていうのはね、それはちょっとね残念だなと思っております。そういう感じですね。はい、もしねよかったらぜひ見ていただければと思います。はい、それじゃあね今日はここら辺で終わりたいと思います。ちょっとね話したら長くなっちゃうんで、まだまだ全然語りたいんですけどもね、まあそれはねぜひね見ていただければと思います。それじゃあね明日海に行かれる方は気をつけてサーフィンを楽しんでください。それじゃまた。バイバイ。